はい今回は田中紀子さんの玉木雄一郎のスキャンダルの正論とすごい影響力について考えていきます今回もよろしくお願いいたしますあの田中紀子さんというですねこの素晴らしい方がですねまあ、テレビで数日前にこの玉木雄一郎につの件について触れたんですがまあ、ちょっと僕もですねまあ、そこで思うことがいろいろありました で僕はこの田中真紀子さんという方ですね、あの素晴らしい方だと思って、尊敬してます、またですね政治の世界に戻ってきて、ね、まあ、活躍していただきたい方だと思ってます、逆にこの玉木雄一郎っていうのは、ですね国民民主党もそうですが、全くどこも支持するところが何もないので、別に玉木雄一郎を擁護する気も全くないんですね。 でこの田中真紀子さんの発言で、ですねちょっと僕、気づいたことがありまして、リスナー様で気づいていらっしゃる方がね、いたら、リスナー様のそのね、まあ、なんていうのかな、判断力も素晴らしいと思うんですが、田中真紀子さんがですね、このようなことをおっしゃったんですね、玉木雄一郎の、まあ、報道のタイミングに疑問があると、テレビでね、主犯指名の日に、まあ、そ,のそういったことがあったっていうのは、これ、マスコミとですね、まあ、癒着してるんじゃないかということで、 ででこれっていうののがもすすごく難しい話なんですよ何が難しいのかっていうと玉木雄一郎っていうのはあ,あの財務省出身でえ元財務省元財務官僚なんで玉木雄一郎と、ま、財務省はつながっているとでマスコミもつながってるはずなんですがあそう考えると玉木雄一郎財務省マスコミがグルなんですがその仲間であるはずのマスコミにですね玉木雄一郎は女性問題 この不倫問題ををススクープされれたたキャンダルを挙げられたんですよねしかもお主犯指名の日にこのことを田中真紀子さんがおっしゃってるわけですよ。で何が本当かっていうのはもちろん分かりませんので僕はあ分かってるよそんなね、えー、でタるめも言いませんただあ考えられる可能性としてはですね、えー、以前にもお話ししたかと思いますが石破茂がまあ寝ていた玉木雄一郎も寝ていた。 この石場と玉木の寝顔を外国にさらすマスコミの意図かなと思ったんですが何かしらですね宗主国米が裏で絵を描いた可能性があるんじゃないかっていうまあそういったことを多分この田中真紀子さんはおっしゃってると思うんですねだから財務省ルートではなく米マスコミルートから玉木雄一郎に何かをこう何て言うんでしょうね仕掛けたっていうかだかもしも玉木雄一郎が財務省の言いなりで 財務省マスコミ、えー、米と仲良くしていれば女性スキャンダルってのは出てこなかったはずなんですよもちろん裏の裏に違ったことがあるかもしれないんですがで全くもって手がかり、えー、となるものがなく、うん、まあ、手がかりというのかまあ、これだろうなと思うんですけどそれ以降ってのはわからないんですけど 玉木雄一郎ってこのエマニュエルっていう、えー、この大使と会ってますよね、ここで多分何なんか言われたんじゃないかと思うんですよ。何を言われたのかっていうのは分からないですよ。エマニュエルに、えー、玉木雄一郎は何か指示をされたと、しかし、えーまあ、そこの話があこ,うこじれたと言いますかあ、もしかしたら玉木雄一郎がそれに、まあ、ノーと言った、まあ、そういったことで女性スキャンダルの件をマスコミを使ってリークされたのかなとも思うんですよね。本当かどうかっていうのは分かりません。 でこっからはですねあのこの話をすると「お玉木雄一郎を応援するのか?」って思われるかもしれませんけど全く応援しませんあのこれってちょっと難しい話なんですが玉木雄一郎云々どうでもいいんですよでこの田中真紀子さんの話もまあもうねこの田中真紀子さんのところからあの気づきを得ましたっていうことでまあほに感謝の限りのね素晴らしい方だっていうことを思うんですが 今からお伝えするニュースは何かっていうと僕たち日本国民が問われてるってことです何がどう問われてるのかあ日本国民の消費税に対する意識認識が問われてるんですねちょっと興味深いニュースがあるので実際こうなるかどうかは分かりませんがこちらを考えていこうと思います国民民主党が2025年度の税制改正をめぐり11月14日に予定する 与党との協議での内容を13日、まあね、何か要求していたとここですよね所得税の基礎控除引き上げに加え次元的な消費税5%の引き下げガソリンの暫定税率廃止消費税5%の引き下げを国民民主党が言ったとこのニュースになっています実際できるかどうかは分かりませんがこれをテーブルに上げたのであればこれはこれで非常にいいことです。 国民民主党、玉木雄一郎っていうのは、あね、消費税減税をこれ選挙の時に公約に挙げてましたから、うん、でさらに、えーまあ、その後も、ねえーまあともどうしたのかなと、まあまあ、なんて言っているのかな、玉木雄一郎とか国民民主党は、ねえーまあ、実際こうなってくれればいいし、ここでも本当、手のひらを返したら、今でもお議員やめろと思いますけどっていうことですが、結構、よさげなことが、ね、ニュースになっているんですよ。 物価上昇プラス2%の名目賃金上昇率が安定的に実現するまで消費税5%の引き下げを要望で、単一税率として消費税10が8と複数税率となったことに対応するインボイス制度の廃止も求めると、消費税5%減税とインボイス制度廃止を言った、これ、国民民主党玉木が言ったとっいうことなんですよ。 これを本当にやるんだったら僕はね、えー、正直玉木っていう人間をちょっと評価しますよ、うん。もしかしたら財務省とつながってるからやらないのかもしれないそれだったらもう即刻議員やめろって話ですけどでその基礎控除1 0歳万から178万に引き上げることとかねまあ子ども手当年少、えー、扶養控除の復活ね、えー、暗号資産取引への減税もうんぬんとか リガソリンの暫定税率廃止も明記したということで、えこれは玉城が消費税5%減税とインボイス制度廃止に乗り出したのか、あるいはもしかしたらまた単なるポーズなのか、どちらか分かりませんけど、ちょっと流れが良くなってきたとも取れるんですね。で、これっていうのは玉城に期待してるっていうわけじゃないですよ、僕たち国民の問題が問われてるんですよ。 消費税5%、消費税減税に何がなんでも持っていく国民の意思でねで、その先頭に立つのが政治家っていうわけじゃないですか、だから国民民主党、玉木雄一郎は消費税5%に引き下げる要求をしたと、だから多分今、この二択を玉木ってのは迫られてるんですよ、公約を実現する方向に向かっていくのか、あるいは議員辞職をするのかっていうこと。 でこれが公約を、ね、実現するポーズだったら、もうどうしようもない最低人間ですが、もしかしたら、かすかな可能性があるのかもしれないですね。で、国民民主党ってのはなんだか知りませんが、玉木雄一郎をどうしてもですね、まあ、代表にしておきたい、玉木雄一郎を辞めさせたくないって、えー、いうことで、だからもしかしたら、消費税5%の方に話が進むかもしれない、僕たち国民がですね、えー、ね望んでいる、願っていることの方に方向が。 向かうかかもしれないんですよわ、まあ、らないですけどねそれはただ一応あの良いニュース良い展開だと思ってで例えばあのね言い方が悪いですけどケチノンつけようっていうのはあるんですよで僕もねあのいつもおかしいなと思ってるんですが今回はこの玉木の言ったことっていうか田中真希子さんのことをですね肯定的に捉えてるんで国民民主党はですね消費税5%減税を時限的っていうんですがこれは一応選挙の前から時限的と言っていたんで。 まあいしがないえ僕とかここにいらっしゃるリスナー様は、ですね例を支持してるんで、消費税廃止しかないですが、その前のステップとして、消費税5%減税、それが仮に時限的であってもいい、それができるんであれば、うん、玉木雄一郎がもしかしたら財務省と対立するのかもしれない、あるいはポーズかもしれない、議員を辞めるのかもしれない、なんだかわからないですけど、今後どういう動きをするのか、非常にこちらは関心がありますよ。 同時に日本国民がです、ね、消費税に対してどう思ってるのかという国民のこれ意識が問われている今、状態だと思います。国民の8割がです、ね、消費税、えー、減税、えー、消費税廃止を願ってますから,から玉木というのは今、二択を迫られたんでしょうね、えー、この女性問題で、えーまあ、議員辞職をするか、あるいは消費税減税5%をするか、うん、何かね、あのー、これははっきりと言えませんけど、何か裏の力がちょっと動いてるのかもしれませんね。 これ、すごく難しい話なんですけど、例えば、あのまあ、僕も取り上げましたし、リスナー様も思ってると思いますが、石破茂っていうのは、あ生稲晃子とか、今井絵理子とかっていう理解不能な人事をしてるじゃないですか、国民に完全にダメ出しを食らう人事をしてるんですよ。ただ、石破がしてるとは思えないんで、アメリカが背後で指示を出してると思います。で、これっていうのはほとんど言う人がいないんですけど、僕はこう思ってます。おそらく アメリカの狙いっていいうのは政権交代なんですよいやいや、そんなことさせるわけないじゃないか。いや、あるんですよ。立憲民主党の野田を立ててですね、野田っていうのは隠れ自民党ですから、の野田を立てて、えー、野田に支持する、それを狙ってるんですよ。ただし、アメリカの政権交代は、僕たち国民が望むものとは全く違う。立憲民主党、国民民主党、維新の会、そこら辺がまとまっての政権交代だと思います。そこで、だから玉木がどう転がるのかっていうのが、今回の で、えー、この女性不倫スキャンダルの件だと思うそれ以上ってのはわからないで兵庫県知事選がですね大きく今盛り上がってるじゃないですか斎藤元彦っていうのはいろんなことを言われてますが斎藤元彦のかにはですね「と丸の影、えー」自民党の応援、えー、維新の会の応援があるんですよ。 だから乗り換えて、米が自民から維新に乗り換えて、米はね維新を介して斎藤元彦をまあ応援していると取れるんですね。で、僕たち国民の願う政権交代は違うんですよ。あのね自民党、事故をひっくり返してね野党に頑張ってもらおう、ただしその頑張ってもらうというのは、立憲民主党の一部の議員。 例は、社民、共産、そして経済政策、消費税廃止、消費税減税、それをですねあ,あの足がかりにして、そこからの政権交代です。だから、そういったところに何かしらの形で玉木雄一郎が食い込んでくれば、今後の展開というのは変わっていくんじゃないかと思います。どうなるかっていうのは分かりません。別に、あのねリスナー様にデタラメって、僕はわかるとか、そんなことは言いません。僕もね、えー マスコミ、財務省、玉城、えー、全部グルかと思ったんですが、田中真紀子さんのご指摘であ、ちょっとね、自分のお思って考えたことが違ったかなと思って反省した部分もあります。あとは、あのねえー、直接うんぬんということではないんですが、僕はですね、田中真紀子さんという方に、政治の世界に戻ってきていただきたいと思うんですよ。まあ、何をやるのかっていうのは分かりませんが、何かしらのポスト、で田中真紀子さんがですね、えー、頑張って政治の舵を切っていただきたいと思います。 田中真ささんって、てご自宅をですすね、ね。燃やれまよあれ火事じゃないですからねあの意図的にやられてるんですよそれでもテレビに出てきてまだこのようなことを言うって命がけの本物じゃないですかこういった人しか日本を変えられないんですよだから僕は田中真紀子さんね、えー、尊敬してますしこの田中真紀子さんが今回ね 玉木雄一郎の件についてあの言及していた、まあ、映像があったので、それを見て思ったことをお話し,しました。リスナー様もですね、まあ、同じことっていうか思われた方いらっしゃるんじゃないかと思いまして、何かご参考になっていただける点があれば何よりですということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。